どうも皆さんこんにちは、のってんです。はい、今回はですね、じゃじゃーん、ヘアトラブルの大量に開封してみたいと思います。キラ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 。はい、このヘアドアブルズはカラフルで個性豊かなヘアスタイルをした可愛いドールやたくさんの小物が入ったサプライズトイとなっております。で、それだけでも面白そうなのに、このね、ドールたちそれぞれに趣味とかもあるんだって。これは楽しみだね。果たして今回はどんなヘアスタイルのどんな趣味の子が出てくるのか、早速開けてみましょう。じゃじゃーん、パッケージはこんな感じです。見てみんな、パッケージにもね、ほら可愛い女の子たちがいますね。あ、しかもさ、これよく見たら、見てほら、動画再生みたいになってる。なんか現代っぽい SNS で、今回は36種類のドールがいるみたいですね。そしてこの一箱にね、なんと11サプライズもあるみたいです。すごっ。で、裏を向けるとジャカジャン、おお、めっちゃ映えてる。どの子もすごいおしゃれだね。やっぱカラフルでね、ポップでめっちゃ可愛い。ということでね、早速一つ目開けていきましょう。まずは、ここにね、プルタブがあるんで、これを引いてみると、気持ちいい！めっちゃ綺麗に剥がれた。第一気持ちいいポイント。で、ここ開けるのかな？じゃじゃーん。うわー、すごい！観音開き。まさかこうやって開くと思わなかった。これ面白い。で、あ、なんか入ってる。あ、コレクターリストが入ってました。ちょっとね、これ後で見ようと思います。どんな子が入ってるかね、ちょっと楽しみにしたいんで。あ、でね、よく見たらここもね、海っぽい感じの背景になってます。これ使えそうだね。かわいい。よし、じゃあね、順番に開けていこうと思います。じゃあ、まず、どっから開けようかと思ったら、ここに数字が書いてある。めっちゃわかりやすい。じゃあ、この1から順に開けていくって感じかな。よし、じゃあ行くぜ。オープン。じゃんじゃかじゃーん。お、なんか入ってる。よいしょ。おー、かわいい。パッケージにも女の子がいる。これかわいい。もう細部までかわいい。どこを見てもかわいい。こんなかわいいばっかりに囲まれて、私大丈夫かな。よし、じゃあね、この矢印が書いてあるところから開けていきまーす。せーの、ゴー。おー、なんだ、じゃじゃん、串とシールが入ってました。この串がね、なんかシルバー銀っぽい感じで羊さんみたいになってます。わあ、モコモコで可愛い。え、じゃあもしかしたらさ、ここモコモコの感じの子が入ってるかな。うわ、ちょっとこれ楽しみだな。じゃあ次、2番開けていきます。ポーン。これなんかお祭りのくじ引きみたいに楽しい。じゃじゃん、よいしょ、じゃーん。おぉ、ユーゴキュール、くるくるくるってなってる。よし、じゃあ2個目は何が入ってるのか。セロッパーン。わあ、じゃじゃん、厚底ブーツとシールが入ってました。このブーツめっちゃかっこよくない？もうこれ履きこなしたらモデルだよね。で、シールがね、こんな感じに折り方みたいのが書いてあって、その通りに折ると、じゃじゃん、スマホになりました。10時33分？結構夜だな。10時33分？テンサーさん？はい、じゃあ3つ目開けていきます。オープン。じゃじゃん。でね、みんな、このね、プルプル、プルプル、引っ張る部分ね、めっちゃ引っ張りやすい。ポン、じゃがだん。おお、ポニーテールの子でした。かわいい。カメラ持ってる。写真とかが趣味なのかな。じゃあ開けていきまーす。じゃーん。おお、なんだこれ。あ、すごい。じゃじゃん、キラキラリボンとシールが出ました。でね、このリボンがね、本当のリボンみたいな感じで布製になってます。うわ、めっちゃかわいい。これ私もつけたいんだけど。シールもね、キラキラカラフルな感じで可愛いです。結構さ、紫な感じだから、かっこいい系の子が出る気がする。うわ、なんかドキドキが高まってきた。ドキドキ、ドキドキ。じゃあね、最後4番目、開けていきます。オープン！じゃじゃじゃーん！おお！はい、開けてみます。せーの、じゃーん！うわ、なんだ？じゃじゃーん！ギターとシールが出ました。ギターかっこよ！え？やばいやばい、まさかのね、バンドマンが出ちゃう？私ね、実はね、バンドちょっとやってたんだよね。え、めっちゃ嬉しいんだけど、やばい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 。で、シールはクッキーを食べてるシールでした。ハッシュタグスイート。かわいいな、私もやりたい。クッキー食べて、ハッシュタグスイート。はい、ということで最後、ドールが入っているここを開けていきたいと思います。さあ、どんな子が入っているのか。せーの、オープン！おっとー、まだ袋だった、まだ。よし、じゃあね、2回目ですけど、どんな子が入っているのか、オープン！じゃーん！おー！じゃじゃん！緑と水色のボブヘアの子が出ました。え、めちゃくちゃ可愛い。やば！え、次美容院行った時、この髪型にしてもらおうかな。で、あ、なんか入ってる。じゃじゃーん！
この子の名前はハーモニーちゃんみたいです。すごい音楽が好きな子だ。好きな色がミッドナイトブルーだって。好きな言葉がシングイットガール、歌え女子よハーモニーちゃんがそんな言うんだったら歌ってみようかな。ハーモニー、ハーモニー、みんなで仲良く歌おう。ハーモニー、ハーモニー、それそれ、私ハーモニー。え、お洋服がほら布製でできてて本当の服みたいな感じ。柔らかくってすごいリアル。裏にほらチャックがついてるから着せ替えとかもできそう。よし、じゃあね、さっき出た櫛でハモリちゃんの髪の毛を溶かしてあげて。わ、サラッサラ、何一つ引っかからない。私の髪と大違い。私なんかさ、なんか変な結び目みたいなところが、特にさ、なんか内側の黄色く染めてる部分、あそこもうギッシギシでね、途中でグッグッグッってなるんだけど。で、さっき出たブーツとか履かせてあげたいと思います。で、ギターとリボンをつけてあげると、じゃじゃん、こんな感じになりました。やばすぎ、かわいい。このね、こっちだけちょっと長めのね、アシンメトリーな感じのめっちゃおしゃれだし、紫のリボンに紫の服、紫の靴っていうね、コーディネートもめちゃんこかっこいいと思います。じゃあね、このパッケージを使ってディスプレイすると、ドゥーン、こんな感じになります。まあ、なんか海辺のライブって感じでめっちゃ爽やかでかっこいい。自信満々ロックスターって感じでね。ここの中よく見てみると、ほら、この中にもね、柄がある。靴とか、あ、これも靴かな、ローラーがついてる、ローラースケート的な靴とか、靴とか靴シューズボックスみたいな感じかな。で、じゃあこっちは、お、服だ、おしゃれ、かわいい服がいっぱいかかってます。アメちゃんみたいのもある。もうね、この箱丸ごとサプライズの詰め合わせでした。よし、じゃあね、コレクターリスト見てみましょう。じゃじゃじゃーん、やっぱどの子も可愛いね。あ、いた、私のハーモニーちゃん。うわ、いけてるいけてる。写真においていいポジションよ、ここ。で、裏を見ると、じゃじゃーん。ラインナップはこんな感じです。結構たくさんいるね。いた、ハーモニーちゃん。お、ハートついてる。シグネーチャールック。お、なんかちょいレアみたいな感じだったんだ。やったー、やったぞ、ハーモニーちゃん。ワンちゃんと一緒にいる子とか、ユニコーンっぽい子もいます。あ、見て、レインちゃんのヘアスタイルが一つ隠されてる。これ気になるね。シークレットってやつかな。わ、どれも可愛いんだけど、私が今回狙うのは、この子、スーパーネイラちゃん。この子ね、なんか水色な感じで、戦士っぽくてかっこいいなって思います。でもね、この子レアだからね、ちょっと難しいかもしれないけど、この子狙いでいきます。よし、じゃあね、残り3つあるので、それもどんどん開封していきましょう。はい、では開けていきます。もうね、くまなく楽しめる、全部が楽しいサプライズって感じ。あ、ここにさ、さっきのハーモニーちゃん表紙にいた。すごい、やっぱハーモニーちゃん、君はスターだ。はい、オープン。じゃじゃーん。あ、待って、なんか違う。あ、見て、ワンちゃんがいる。ここさっき海だったのにさ、今回なんかピンクっぽいお部屋な感じ。ここの絵も違うんだ。これはでも飾った時に絶対映えると思う。よし、じゃあまず1から、じゃじゃじゃーん、じゃん。何が入っているかな。お、今回はリボンの櫛とシールが入ってました。かぶりはしなかった。セーフ。リボンだからね、かわいい感じの子かな。よし、じゃあ二つ目。オープン。じゃん。Love is in the hair。 なんかさっきとちょっと違う気がする。せーの、ドラーン。お、バラのサンダルと携帯でした。また10時33分。はい、三つ目はなんだろうな。じゃん。さっきはここにリボンが入ってたんだけど、お、見て、カメラだ。カメラといえば見覚えがある。みんな覚えてる？カメラが趣味のカメラマンか。私の専属カメラマンになってほしい。よし、4つ目、じゃじゃじゃーん、よいしょー、ポン。クイーン・オブ・クルーズ、なんかお姫様的なこと書いてある。さあ、何かな。じゃん。お、赤のトランクが入ってました。旅行好きの子かな。で、ハッシュタグスイーツでした。同じやつだ。よし、じゃあね、最後、ここドールのとこ開けていきます。さあ、どんな子かな？じゃじゃん。旅行とカメラが好きな子、誰だ？じゃーん！うわー！すごい！髪が長い！じゃじゃん！紫と黒のモコモコヘアのポニーテールの子が出ました。めちゃくちゃ可愛い！髪の毛のボリュームがすごい！でね、服もパイナップルみたいな服着てます。ハワイとか行ったのかな？この子の名前は、
カイラーちゃん、好きな色はラベンダー。あ、だからラベンダー色の髪なんだ。好きな言葉は過去、何があっても私たちは仲間だって意味よって書いてあります。スカイラーちゃん、過去過去、私たち過去。あ、この子はノーマルでした。はい、じゃあね、さっき出たパーツをスカイラーちゃんにつけてあげるとこんな感じになりました。いいな、めっちゃ旅行エンジョイしてそう。私もね、この前グアム旅行に行ってきたんだけど、次はスカイラーちゃんとね、ハワイ旅行に行ってきたいと思います。さあ、待って、ハワイ行こうよ。え、待って、今から、ちょっと待って、何をパッキングとかしてないし、パッキングの動画とか撮ってないし、ちょっと待って。はい、じゃあ3つ目。やっぱね、ドールそれぞれに趣味があるっていうのがいいよね。はい、オープン。じゃじゃーん。おー、また違うやつだ。今回はね、カフェみたいな感じでした。うわ、美味しそう。ハンバーガーみたいなやつ食べたい。はい、1番から開けていきます。じゃじゃん。お、はい、お、はい、今度はバラの櫛とシールでした。エレガンスみたいな感じかな。はい、2個目。じゃじゃん。お、なんだ。じゃじゃん、ピンクのブーツと10時33分のスマホでした。まだどんな子が出るか全然見当つかない。3つ目。じゃん。あ、でっかい、なにこれ。じゃじゃん、ふわふわのつけるエクステがついてました。あ、じゃあ出てきたドールにこのエクステをつけれるって感じかな。うわ、めっちゃいいじゃん、かわいい。はい、そして4つ目、何が入っているか。よいしょ、でかい。じゃーん。お、なんだなんだ。じゃじゃん、惑星っぽいピンクのカバンとスイーツが出ました。スイーツ女子。はい、最後ドール開けていきます。さあ、惑星カバンを持っているのはどんな子かな。じゃじゃじゃん。待って待って待って、この子さ、ネイラちゃんだ。はい、私がね、狙ってた子、ネイラちゃんの違うバージョンの子が出ました。このバージョンも可愛いわ。銀と水色のサラサラヘアで、ね、スカートにも宇宙人の顔がいっぱい書いてあるんだけど、バルーンスカートみたいになっててふっくらしてます。わ、可愛い。はい、この子の名前はネイラちゃん。好きな色はスカイブルーで、好きなことがエイリアンスポッティング。なんだろうそれ、めっちゃ興味深いんだけど。で、モットーが望みは高く。素晴らしい、ネイラちゃん。やっぱね、望みは高い方がいいからね。よし、じゃあね、ネイラちゃんに今出たアクセサリーをつけてあげると、じゃん、こんな感じになりました。ほら、靴もめっちゃ似合ってるし、何よりね、このウィッグが超おしゃれ。片方だけについてるっていうのがね、おしゃれ上級者って感じで、ね、かっこいいんじゃないかと思います。うん、この子もチョイレアでした。すごいすごいすごい。運がついてる、運がついてる。はい、ということで最後の一つ開けていきましょう。よいしょ。さあ、ラストペリペリ。ペリー。そして、ラスト観音開き。ドドーン。おー、あ、最後一緒だった。さっきのね、カフェ風の場所が出ました。まあね、カフェは何個あってもいいから、日替わりでね、行ったり来たりできるし。よし、じゃあ1番開けていきます。ゴー。じゃじゃん。どうだ。おっと、じゃん、ハートの櫛が出ました。やった、これ被りはなかった、被りはなかった、セーフ。はい、じゃあ2番目。せーの、ドバーン。お、はい、なんかね、ルーズソックスみたいな靴と10時33分のスマホが出ました。結局全部10時33分だった。はい、3つ目。ギュン。さあ、今度は何かな。ドン。ウィッグが出ました。よし、じゃあ4番目。個人的にはあのスイーツのシールが入っててほしいけど、よいしょ。さあ、何のシールが入ってるか、せーの、じゃん。お、よっと、じゃーん。よスイーツで、もう一個ピンクと紫のカバンが入ってました。なんかね、結構ずっしりしてる、目いっぱい荷物詰め込んでる。じゃあ最後の一つ、どんな子か、せーの、ドゥーン。サラサラのロングヘアの子が出ました。美しい美しい。この子はベラちゃんっていうみたいです。好きな色はピンク、好きなことはバレエ。わ、めっちゃバレリーナっぽい。で、モットーがストレッチを忘れないで。まあね、バレエには絶対ストレッチ必要だよね。服もね、バレエっぽい感じでレースの生地になってます。はい、じゃあね、ベラちゃんにさっき入れたアクセサリーをつけると、じゃじゃん、こんな感じになりました。これね、ふわふわのウィッグがサラサラヘアのアクセントになってね、めっちゃおしゃれ。このおしゃれ用品がたっぷり詰まったカバンも似合ってます。私バレリーナだからとっても体が柔らかいの。あ、そうなの。どんぐらい。こんぐらいです。それ大開脚。どうかしら。いや、素晴らしい素晴らしい、ベラちゃん素晴らしい。やっぱりストレッチは忘れちゃダメだよね。
忘れちゃダメよ。はい、で今回出たベラちゃんはベラ坊主ノーマルでした。はい、ということで今回出た子たちを全員並べるとじゃじゃーん、こんな感じになりました。めっちゃ可愛い。今ね、机の上にディスプレイしてるだけなんだけど、もう私の部屋全体がめっちゃオシャレに見える。ヘアドラムマジック。お、スカイラーちゃんが海に来てますね。これが私が探し求めていた伝説の海よ。そしてハーモニーちゃんがライブをしています。はい、みんな準備はいい？行くわよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ズチ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 。そしてこっちではベラちゃんが大開脚を披露してます。今度は私のステージ見に来てね。うん、ぜひ行かせてもらうね。最後はネイラちゃん。宇宙のことなら私に任せて。うんうん、はい、ということで個性豊かな4人組でした。イエーイ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。みんなね、個性豊かなヘアスタイルが可愛いなと思いました。あとはね、もうそれぞれの子に趣味があるのがね、親近感湧くっていうか、私的にはね、このギターを持ってるハーモニーちゃん、私もね、バンドとかやってたんで、ぜひお友達になりたいなと思いました。ヘアドアブルズの詳細は概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もち、グッドボタンもち、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。お友達になりたいなと思いました。お友達になりたいなと思いました。ちなみにね、パッケージはこんな感じで、収納ボックスにもなります。よいしょ、パタン。